この映像では7月14日の社会調査の基礎の内容を説明します。今回からいよいよレポートの執筆の単元ですので頑張っていきましょう。今回の範囲と今後の予定です。まず確認です。前回7月7日に LMS 上でレポート課題を発表しましたね。分析用のデータベースをそこにアップロードしていますし、その中に担当箇所もすでに示しています。執筆のための様式、レポート様式もアップしましたので、必ずこれらの Excel ファイルと Word ファイルをダウンロードしてご利用ください。そしてもう分析をやっていくのは各自の作業ですから、各自で作業して、今週以降、今週、来週、再来週とレポートを提出ありますので、それに向けてどんどん分析を含めてください。はい、具体的にやっていく作業はこんな感じになります。まず今週はレポートの書き方ということで、最低限必要な内容を説明します。で特に今回は、Zoom ミーティングをお試しで設けたいと思いますので、こちらの方をご利用ください。LMS にそのリンク先が載っております。そして、7月17日金曜日の段階で分析の結果の部分だけ、仮の内容で構いません。今までできた段階のところまで、できたところまでを、記述するようにしてください。グラフを貼って、その前後でどういった内容かを説明するという作業ですね。各自お願いします。金曜日の8時59分なのまでなので、必ず出すようにしてください。レポート課題の、得点の仕方、ご成績への反映の仕方については前回、紹介しましたね。1回1回がやや、大きな比重になってきますので、そこのところご注意ください。もう極端に言えば、全然できてなくても、全くの白紙でなければ出した方がいいと思いますので、よろしくお願いします。来週はレポートの仕上げ方についてやっていくので、これも欠かさずやりましょう。毎週なかなか大変だと思いますけれども、この授業では、少しずつ少しずつ作業を進められる形をとってますので、そのことを念頭にちょっとずつ手をつけるように心がけてほしいと思います。7月28日にもこういったレポートの課題の続きをやっていくって形ですので、ご承知おきください。で、一つ、前回の映像でやや唐突に発表しましたが、期末テストというのを行う予定だったのを、大変残念ですし、本来のやり方と大きく変わってしまうので、皆さんにとっても、という感じだと思いますが、テストは実施しないということにいたしました。テスト、期末テストに向けて教科書を使った勉強などもぜひしっかり頑張ってくださいねとお願いしてたのに、大変心苦しいんですが、ちょっとスケジュール上もですね、あとやっぱりレポートの作業、この授業でも他の作業でもですね、始める中で、やっぱりこの普段というか、昨年までのように教室でやっていくのに比べて、レポートの負担が大きすぎるということを判断しまして、ちょっとテストの方はもうやめておいた方がよかろうと、なんというかですね、判断した次第です。ご了解いただければ幸いです。これまで教科書を使って勉強されてきた内容は、レポートにもしっかりと活かせますし、その時も説明したように、この授業以降もですね、使える内容がしっかり詰まった教科書となっています。実際他の授業でも社会安全学部では同じ教科書を使った授業をしてますので、ぜひ手元に置いてこれからも活用していただければありがたいです。そして、ドロップボックスのアカウントを、使うかどうか、これはちょっと未知数です。今週金曜日に皆さんのレポートが集まったらですね、それを見て判断したいと思ってますので、皆さんのドロップボックスフォルダーに一つこの授業のフォルダーがもしできればですね、できればというのは、できたなというふうに気づいたら、それを使うようにしてください。もし何もできなかったら、何も作られてなかったら、吉田は今回これ使うの諦めたんかなと見てほしいと思います。はい、この辺流動的ですけれども、次回の授業ではその点発表しますので、最終的にはそこで聞いていただけたらと思います。以上が今回の範囲と今後の予定です。そうですね、今回、ご説明するのはこれだけですので、あとは LMS の内容を見て実際の課題を進めてもらえればと思います。一応、2本目の映像として別途、レポートの執筆にあたって、これこういう条件でお願いしますという、ことをしっかり説明していますので、2本目の映像に各自進んでいただけたらと思います。では1本目の映像はこれで終了します。